皆さん、こんにちは。私はピクテジャパン株式会社運用商品本部の松本と申します。この動画ではピクテアセットアロケーションファンドノアリザーブの2023年10月の運用状況についてご説明いたします。最後までのご視聴をよろしくお願い申し上げます。まずはじめにノアリザーブの特色を確認しておきたいと思います。第一にノアリザーブは 主に世界の株式、債券、金など様々な資産に分散投資を行います。第2に、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更します。第3に、ノアリザーブには毎月分配型と一年決算型がございますが、毎月分配型におきましては毎月15日に、一年決算型におきましては毎年8月15日に決算を行い、 それぞれの収益分配方針に基づき分配を行います。ではこれより2023年10月のノアリザーブの運用状況について月報より一部を抜粋してご説明いたします。まず毎月分配型の外況ですが10月末の基準価格は8582円、前月末比で50円の下落となりました。なお、 これは分配金をお支払いした後の基準価格の動きとなります。分配金再投資後の当月のファンドの投落率はマイナス0.35%でした。また、ファンドの純資産総額は423億円、前月からは7億円減少をしました。10月の世界の株式市場は、イスラム組織ハマスによるイスラエルの攻撃によって、 中東情勢がにわかに緊迫化したことや FRB のパウエル議長の発言を受けてアメリカの長期金利が上昇したことなどが重しとなり下落しました世界の国債市場こちらでは中東情勢の緊迫化で安全資産とされる国債が買われる局面もありましたが根強いインフレ圧力を背景に欧米の中央銀行が政策金利を当面据え置くとの見方などから 月を通してみると下落、利回りは上昇しています。為替市場ですけれども、こちらはアメリカの金利上昇に伴うドル高観測と、日本の通貨当局による為替介入への警戒感が入り混じる展開となり、ドル円相場は149円台後半の狭いレンジでの取引となりました。一方、ユーロ円の為替レートですけれども、こちらは ECB のラガルド総裁が 必要に応じて追加利上げを行う考えを示したことなどから、円安、ユーロ高となっています。このような市場の動きの結果、当月の基準価格の変動の内訳は、株式がマイナス85円、債券マイナス20円、金プラス100円、為替マイナス15円などとなりました。なお、毎月分配型は、 10月16日の決算期において20円の分配金をお支払いしております同じく1年決算型の概況をご説明します10月末の基準価格は12,099円前月末比で41円の下落となりましたファンドの純資産総額は215億円前月からは2億円減少していますファンドの投落率や 基準価格の変動の内訳につきましては、基本的に毎月分配型と同様ですので、ここでは割愛させていただきます。なお、1年決算型のコースでは、これまで分配金をお支払いした実績はございません。ここからは、1年決算型のコースを例にとって、ノアリザーブの運用状況を詳しくご説明してまいります。ご覧のスライドの赤い線、こちらはノアリザーブの基準価格の推移になります。 10月末時点における設定来のリターンは年率換算ベースで1.79%リスクは5.62%でしたこのリターンをリスクで割った値いわゆるシャープレシオは0.32という数字ですこのシャープレシオこれはですねリスクを取った対価としてどれだけのリターンを得ることができたのかこれを示す数値となります 今後もノアリザーブはさらなる運用効率の向上のため努力を続けてまいる所存です。また灰色の面グラフは純資産総額の推移です。10月末時点では215億円と皆様より変わらぬご支援を頂戴しております。この場をお借りして改めて御礼を申し上げます。いつも本当にありがとうございます。 次にノアリザーブの足元の基準価格の変動要因についてこのスライドでご説明いたします。年初からの基準価格の動きを赤いラインで、そして資産ごとの変動要因をそれぞれに色分けをして表示をしています。10月末時点の基準価格は昨年末と比べますとプラス396円、率にして3.38%の上昇となっています。資産別の寄与度では 緑で示した株式のプラス企業が急速に絞んでおり、また水色の債券におきましても9月以降マイナスが拡大をしてしまっています。まあ、その一方でベージュで示した金、こちらのプラスが拡大をしています。また紫の為替、こちらも引き続き安定的にプラスのリターンを生み出しています。まあ、このようにプラスの要素とマイナスの要素が お互いにノアリザーブの基準価格を補い合っているバランスファンドならではの分散投資効果が見られていることだと思います。こちらは昨年来のノアリザーブの資産構成費の推移を示したものです。グラフの一番右、10月末時点の資産構成費は上から順にベージュの金が17.7%。 緑の株式が32.9%、水色の債券が38.1%、灰色のキャッシュが11.3%となっています。先ほども市場海峡でもご説明をいたしましたが、10月は中東情勢の緊張や長期金利の上昇など、株式市場にとっては逆風となるニュースが相次ぎましたが、ノアリザーブでは 逆に株式の割安感が強まった。まあ、こうした判断から10月の中旬にかけて株式の組入れ比率を引き上げています。その一方で再建の組入れ比率を10月中に引き下げました。金につきましては前月並みの組入れ比率を維持しています。次に具体的な組入れ銘柄の状況についてこの円グラフで確認をしておきたいと思います。 まず、緑の株式ですけれども、引き続き様々な戦略へと分散投資を行っているところではありますが、10月はアメリカ株式の ETF、及び世界エネルギー株式の ETF の組入れを開始しました。その一方で、ブランド関連株式を売却しています。次に、水色の債券ですけれども、こちらはアメリカドル建てのソブリン債。この組入れ比率を引き上げる一方で、 ユーロ建てソブリン債および日本国債の ETF の組入れ比率を引き下げています米ージの金に関しては組入れ比率に大きな変更はありません金につきましては今後も分散投資またリスクヘッジの観点から現状程度の構成比を維持していきたいと考えていますここまでノアリザーブの10月の運用状況についてご説明をしてまいりました 最後に足元の市場環境を踏まえ、ノアリザーブの今後の運用方針を3つのポイントでご説明いたします。1つ目のポイントとしては、根強いインフレ圧力や緊張が続く中東情勢など、市場環境には不透明感が残っています。しかしながら、10月にはアメリカの10年国債利回りが一時5%台に乗せ、世界の株式の売られすぎの領域までセンチメントが悪化するなど、 金融市場には売られすぎの兆候も見られます。今はそうした売られすぎの状態からの反動高、こういったことが起きているというふうに私ども考えております。このため、ノアリザーブでは過度にリスクを避けるのではなく、取るべきリスクを選別して取っていく、こうした姿勢で運用を行ってまいります。二つ目のポイントとしては、今申し上げたように市場が今反発局面にある中、 具体的な投資行動としましてはまず株式の組み入れ比率これを現状程度にとどめつつも中東情勢の一段の悪化といったリスクシナリオも考慮して優良株ディフェンシブ株を中心とした保守的な銘柄選択を継続してまいります3つ目のポイントですけれども今度は債券につきまして、えー、利回りが今魅力的な水準にまで上昇しているアメリカを中心に 慎重ながらも金利リスクを引き上げていく方針でおります。この動画を最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。今後ともノアリザーブをどうぞよろしくお願い申し上げます。